川端です。よろしくお願いします。今回はですね、西武文理高校の問題です。97の2乗足す 97×6 足す9の値を求めなさいという問題です。もちろん普通に筆算してね、計算してもそこまで難しい問題とは思いませんけれども、ぜひどうやったら工夫して解くことができるか、どうやったら計算の量を少なくして解くことができるか考えて解いてみてください。ではね、解説していきたいと思います。まず私がパッと見た時にですね、注目するところはですね、97の2乗、9は3の2乗ということで、2乗と2乗があるとですね。で、2乗と2乗があった時はですね、この公式、真ん中に 2ab つけることによって、括弧 a 足す b の2乗、これをね、ちょっと疑ってほしいんですよ。そうすると、この6ですが、6って2×3 ですよね。つまり、この式は97の2乗足す 2× ちょっと順番変えますよ。2×97×3 足す9は3の2乗ですね。そしたら、これ、97のところが A になってて、B のところが3になってるっていうふうに考えればいいわけですよね。97のところが A、3のところは B。つまり、カッコ A 足す B の2乗。つまり、カッコ97足す3の2乗になりますね。したがって、97足す3は、100なので100の2乗、つまり1万と。100×100 は1万。という具合に出すことができるというね、結構シンプルな問題でした。特にね、2乗と2乗が出てきた時ですね、この公式を使えるんじゃないかなという意識をね、持ってほしいなというふうに思います。以上で解説終わります。